い、ということで、クーバーペティに帰ってまいりました。ケツが痛い。1日最近450キロぐらいずっと乗ってるんでね、ケツが痛いですので。そうね、前回ここでオレンジジュース飲んだんで、ちょっとコーラ飲みて、マジで炭酸飲みて。なんかね、あの曇ってるんですけど、逆になんかちょっとパラパラっとね、一瞬雨が降ってきたり、湿度が高くなってきてるんで、なんか逆に汗かいてるんですよ。なんでちょっとコーラ買ってこいかな。ちょっと高いもんな。でもコーラ、あの 1.25 リットルで5ドルぐらいするけんね。とりあえずでもお店の中行ってみて、ちょっとなんかあるか探して行ってみます。はい、ということで買い物終わりました。人参とティッシュ、あとね、見てこれ、チキンのね、足の部分の塊っすね。まあほとんど骨なんですけど、これで 1.7 ドル、クソ安いっす。で、毎回おなじみのオレンジジュースっす。まあね、あのパックなんでバイクで持ち運べないんで、これあの飲み干していかなきゃいけないんですけど、飲み干せるわけもなく、ちょっと半分ぐらい飲んで、バイクにくくりつけていきたいと思います。感じのキャンプ場かなと思ったんですけど、全然木がなくて枝がないんで火起こせないですね。いやー、だいぶ走ったよ今日は。ね、ニュートラル入らない、だいぶ走ったよマジで今日は。本当にケツがもうね、もう4つ5つになってる、ケツが。ああ、ちょっとね、なんと生もんなんで、ちょっと早くさっさと焼いて食べちゃいたいと思う。まあ。はい、ということでこんな感じで、チキンの肉に、ニンニク、玉ねぎ、人参を入れました。あれもくるんで、火の中に入れてもらいます。はい、ということで、まあでっかい木がね、なんか置いてあったんで、多分前の人が使ったんでしょうね。まあキャンプファイヤーで、チキン焼いてます。で、風が強いね。風が強いんで、なんかいい感じに火いいですね。ちょっと強すぎな気がする。まあでもこれでチキンが焼けると思うんで、まあ、放置して9時間後ぐらいかなに開けてみたいと思います。さあ、ということで完成いたしました。ちょっとハエがやばい。はい、来ました。全然こんな感じです。最終的に1時間ぐらい火にかけたかな。いい感じに火が通ってますね、全体に中まで。あー、いい感じ、最高。ということで、ちょっといただきたいと思う。さあ、 1.7 ドルですよ。日本円にして150円ぐらいですよ。うまっ、最高っすね、マジで。夕日はこんな感じですね。わー、ちょっとやばい、ハエマジやば。ちょっとハエが来ちゃうんで、ちょっとカメラ切ってさっさと食っちゃいます。はい、ということで1月5日ですね、日曜日9時31分です。今日はですね、完全に曇りですね。で、昨日の夜ちょっと雨降ってきたんですよ。よかった、屋根の下で。風強いし、ちょっとね、寒いかもしれない。半袖でいるとちょっと寒い、肌寒いと思うぐらいの気温です。これがオーストラリアっすね、マジで。クッサチアチアチって言ってたのに、同じ地域で次は続くに。めっちゃ風強いです、こっちから向かい風ですね。
進行方向によろしくないの。まあそんな感じですね。まあ雨降ってないんで大丈夫だと思うんですけど、そうね、まあ昼飯食って、昼飯に朝飯食って、寿司で飲んで、そうね、まああとは明日の朝。ということで、ですね、ポートオーガスタ、この町に帰ってきました。エアーズロックに行って、2500、3000キロぐらい走ったんかな、合計で1週間で走りました。先週の月曜日にスタートして、今日日曜日のもう夕方6時半ぐらいかな、もうです。でしかもね、雨が降ってきたんですよ、結構ドバッと。で雨が降ってきてわーってなって、ちょっと急いでやってたんで、ちょっと撮影してなかったんですけど、まあ無事にこの屋根があるところに帰ってきましたってことで、一人でバーベキューしてます。ででん、っていうかさ、くっそ汚いんやけど見て。普通ね、こうやってね、銀紙アルミホイルを引いてここでバーベキューするんですけど、もうこんな状態っす。ってことでディナーです。こっちがまあ僕の大好物ってずっと言ってるんですけど、鶏のハツ、心臓。こっちはあのビーフのハツ、牛の心臓。心臓しか食ってないっすまあでもね、大きいスーパーに行かないとこれ、入手できないんで、ゲットできないんでね。しかも安いんすよ。これが3ドル、こっちが2ドル。500g500g、最高やろマジで。ということで、まあ今日はね、あそこにトイレがあるんですよね。あそこにちょっとちっちゃくて見えないと思うんですが、トイレあるんですけど、あそこのトイレをね、毎日閉めに来るんですよ、夜。あの管理人さんが、もう僕ずっとここにいるんでね、知ってるんですよ。で管理人さんが閉めたら、多分ここ多分寝ちゃいかんのよ、ここ寝ちゃいかんけど、まあ今日雨降ってるんでここで寝るしかないんで、管理人さんが出て行ったら、こそっと、暗くなってからこそっと寝ようかなと思います。で明るくなったらもうすぐ撤収して行こうかなと思います。ってことで無事エアーズロック行って、タイヤもパンクすることなく、もうタイヤ交換しないといけないですね。明日の朝交換します。明日の9時にね、開くんでお店が。まあ全体的にうまくいってるってことですね。まあ燃料コックだけまあ交換しなきゃいけないですね、あとで自分で。もう最初はやべ、最初はなんだっけ、このバイク屋さんで交換してもらおうかなと思ったんですけど、なんか直ってっていうか直して、まあ接着剤で固めてるんですけど、まあそんな問題ないんで、まあインターネットで買って自分で後で交換しようかなと思います。安いし。ということで、とりあえず肉食って体力回復して、てか寒いです、ちょっと濡れちゃったしね。元気出して明日からまたスタートしたいと思います。ここでちょっと体勢を立て直しましたね。ではまた。ということで皆さん、おはようございます。2月6日の朝でございます。ですね、ちなみに、おとといぐらいまで44度だったんですけど、今日19度なんですよ。ずっとね、ここ3日間ぐらいちょっと曇ってたんでね、それで、温度が下がってます。意味わからんくらいですか、44度だったのが19度ですよ。日本で30度だった昨日、おとといぐらい30度だったのに今日15度みたいな、そういう感じでですね。マジでもう暑かったり、寒くはないけどちょっと肌寒かったりこんな感じですね。おい、バイク屋さんがね、9時に開くんで、やることがないですね。今8時15分ぐらい、あと45分あります。でバイク屋さん自体はもう一瞬で5分もしないうちに着くんで、そうね、まあバイク屋さんの近くまで行って適当にブラブラしときますね。